アスペンはアメリカのクライスラーが1975年から1980年の間、ダッチブランドで生産したコンパクトカーである。1980年型アスペンダジアスペンとプリムスブランドの姉妹車、プリムスボラーレは、共に1975年や秋に1976年モデルとして、クライスラー界プラットフォームを用いて登場した。これらは、クライスラー A プラットフォームを用いるダジダーと、プリムスバリアント、プリムスダスターの後継モデルとの位置づけであった。ただし初年度の1976年モデルのみ、併売されている。ボディバリエーションは4ドアセダン、2ドアクーペ、ステーションワゴンを設定した。エンジンは 3.7L の直列6気筒と 5.2L、5.9L の部位があった8気筒を乗せ、後輪を駆動した。1980年モデルでは、角形ヘッドランプを用いるなど、フロントマスクをモダナイズした。同年で生産を終了し、翌1981年登場の前輪駆動車、ダッチアリエスが後継となった。1976年には A モータートレンド誌のモータートレンドカー・オブ・ザ・イヤーに選ばれている。スイスの中小自動車メーカーモンテベルディは1977年から1979年にかけてこの車をベースにした高級サルーン、シエラを販売した。なお、同じクライスラー社により2007年から2008年モデルイヤーに販売された SUV のクライスラー・アスペンとの関係はない。燃費節減のため開発にはフードを用いて効力低減から欧風安定性、風切り音、換気性能までの幅広い研究が行われた。結果、フロントエンドの輪郭は丸められ、内部の空気流ダクトが改善された。ボディ設計には当時最新のコンピューター技術が使われた。また、ユニットボディの開発では、金属で形成する前に応力点を示すプラスチック製の模型が使われた。生産にあたっては、以前の車種より薄いガラス。より軽量なサイドドアビーム、従来の軟鋼の4倍の強度を持つ、高張力構成のブラケット及び補強材を使用することで、最大限の燃費を実現するための軽量化が達成された。また、プレス部品の数を減らした結果、パネルの整合性が向上し、溶接も少なく済んだ。加えて、アスペンは運転視界が向上しており、他のダッチのコンパクトと比較して、総ガラス面積がアスペンは2ドアモデルで 25%、セダンで 33% 多くなった。キャスターやキャンバーなどのホイールアライメント調整は、ホイールハウス上のプレートを取り外すことで行うことができた。サスペンションについては、新しい横置きトーションバーは、クライスラーが1957年に導入して以来、F プラットフォームがリリースされるまでのすべてのモデルで使用されていた。伝統的な縦置きトーションバーからの大幅な転換であり、横方向のバーは幾何学的に有利なものではなかったが、スペースと重量を節約できる結果となった。さらに、新しいフロントサスペンションは前後方向のコンプライアンスが柔らかく、衝撃に対し上下だけでなく、後ろにも動くことで乗り心地を改善すると宣伝された。テレビ CM にはレックス・ハリソンが起用され、1976年のテレビ CM では彼の往年の名作、マイ・フェア・レディのアスコット・ガボットを模したシーンが制作された。一方、ボラーレにはテナー歌手のセルジオ・フランチが起用され、CM の最後でボラーレの一節を歌った。ありがとうございます。